うーし、再開していくぜ。さて、部屋を片付ければいいのかな。うん。そういう感じ。うん。あと2箇所掃除すればいいのかい。結構あるね。掃除しよう。よし、これで綺麗になったんじゃないかな。あ、オッケー。私は掃除をするのが大好きだった。散らかったものを片付けて、汚れたところを綺麗にする、その行為に私は何よりも強い喜びを覚えた。一人で暮らしていた時ほどつまらない日々はなかった。私はそもそも物を散らかさないし、家を汚さない。わざと汚れを作っても綺麗にするのが虚しいだけだった。私はずっと子供が欲しかった。なぜなら子供は家を汚してくれるからだ。大人よりもずっと子供は家を汚してくれる。だから夫に結婚を迫られた時も、私は子供を選んでしまった。けれどそれは大きな間違いだった。その時の私は夫という人を全く分かっていなかったのだ。一緒に暮らしてみて初めて、夫の家を汚すとてつもない才能に気がついた。夫が動けば物が散らかる。夫が動けば汚れが溢れる。なぜここまで家を汚せるのか理解できなかった。私は毎日が幸せだった。私にはこの人しかいないと心から思った。人を産む装置が修理された時あたりから、夫が妙にそわそわしている。そのおかげで家をたくさん汚してくれるようになった。今度はどんな風に物を散らかしてくれるのだろう。今度はどんな風に家を汚してくれるのだろう。それを想像するだけで、私は幸せでたまらなくなってしまう。通じ合ってたじゃないか。あ、ここにあるんだね。なるほど。最終的には本当どうなんだろうな。オチがすごい気になるけどね。あの子はどうするんだろう。村の外には行けるのかな。どうだろうね。まだ使っていないものはあと何個かあるけど、お別れをしましょう。さて、この人、シーハさん。ずいぶん腰の曲がった人だな。何が何でも死にたくない。人は必ずその時が来れば死んでしまう。そんなことは分かっている。分かっているけれど、せめてあと少しだけでも生きていたい。なぜなら私には未だに子供がいないからだ。自分の子供を手に入れるということが、私の生きている意味のすべてだった。その願いももうすぐに叶うと思っていたあの日、人を産む装置が壊れてしまった。その装置の中では、私の子供になるはずだった子の育ち始めた一部だけが残っていた。私の子供は生まれてくることもなく、夕日の美しさも空の広さも水の冷たさも母親の愛情も知ることもなく死んだのだ。その時の悲しみを思い出すと、私は今でも気が狂いそうになる。それでも私は子供を諦めきれなかった。人を産む装置の様子を毎日確かめに行った。突然また動き始めるのではないかと私はずっと信じていた。そしてそれは私の日課になった。随分とあれから長い時が流れたけれど、あの装置の元に行かなかった日は一日たりとも存在しない。ああ、子供を産む装置のところに行くのか。なるほど。子供を産む装置はさ、結局のところ直したわけやけれども、その後ってどうなるんだろうか。
が生まれる装置。ああ、もう壊れ、そっか、壊れてるのか。直したけどまた壊れちゃったっていうことかな。人を産む装置が修理されたことを最も喜んだのは私だろう。この日をずっと心待ちにしていた。やっと私は自分の子供を手に入れられる。けれど問題が一つだけあった。それは私が近いうちに死んでしまうということだった。全ての人は生きられる時間に限りがある。そして私の残り時間ももう多くないということは、私の体が一番理解していた。私はこのことで二つの壁を乗り越えなくてはならない。一つは子供が生まれるまで生きなければならないということ。もう一つはたとえ生まれた時点で私が生きていたとしても、きっと村のみんなは私にこの子を預けてはくれないということだった。すぐに死ぬのが分かっている人に大切な子供を預けるわけがない。けれど私は諦めるつもりはなかった。なぜならあの装置の中で育ち始めている子供は私の死んでしまった子供の生まれ変わりだからだ。人は死んだら別のものに生まれ変わる。けれどあの子は体の一部しか育っていないまま何も分からずに死んでしまった。あの子は死んでもどこに行けばいいか分からずにずっとあの装置の中で留まっていたはずだ。そして装置がまた動き始めた時に新しい子供として生まれ変わった。誰に話してもこの話を信じてはくれないけれど、母親の私だけはそのことを知っている。だからどんな手を使ってもあの子を諦めるつもりはなかった。私は今でも毎日あの装置の様子を確かめに行っている。それはあの子が生まれる瞬間を見逃さないためだった。誰よりも早くあの子が生まれたことに気がつき、誰よりも早くあの子を抱きしめる。そしてそのまま二人で走って行ってこの村を出るのだ。村の外には何もないなんてそんなことは嘘に決まっている。きっとどこかには私たち二人が幸せに暮らせる場所がある。そこでは時間が止まっていて、私は永遠に死ぬことはない。私たち二人はお互いを心から愛し続け、ずっと二人で暮らし続ける。それがあの子にとって最大の幸せだ。私の子供になることがあの子にとって最大の幸せだ。あの子供は私のものだ。絶対に誰にも渡さない。お別れしましょう。さて、この建物、あなたは誰？ゆゆさん。ある日母がおかしくなった。体をうまく動かせないようになってしまい、なぜか人格も変わってしまった。母はとても優しい人だった。私に怒ったことなど一度たりともなかったのに、それ以来どんな細かいことでも私を怒るようになった。昔私がおかしな形の面白い石を家に持ち帰った。その石を見てよく母と笑い合った。母が変わってからそれは私に投げつけられるために使われた。私が母の思い通りに動かないと石が飛んできた。石が近くにない時は叫ぶように怒鳴った。母はもう一人では生きることができなかった。ほとんど動かない体で水を汲みにはいけないし、太陽の光に当たりに行くこともできない。母が生きるには私だけが頼りだった。だから私は昔の母を毎日思い出すことで、変わってしまった母との生活に耐えていた。それももう昔の話だ。母が死んだのは随分と前のことだった。母と暮らした家に、今私は一人で暮らしている。この家には窓がなかった。だから外に出ないと太陽の光に当たれない。近頃は家の中にばかりいるので、そろそろ太陽の光に当たらないといけないだろう。外に行けばいいのか。でも雨降ってるけど、雨降ってますけど、メーターがこれ、雨降ってるかたまらない？晴れないとダメかな？あー、晴れないとダメっぽい雰囲気。
だね、メーター特に溜まってないもんね。じゃあ先に右側にいる男の子っぽい子おったからそっちやろうか。この雨は時間経過なのかな。じゃあとりあえずこの子、ドボチルさん。最後っぽいけどな、この子。僕はあるものを作っている。それは光でこの村の存在を知らせるための装置だ。村のみんなは僕にいつも言っていた。この村の外には誰もいない。人は世界でこの村だけに生きている。けれど僕はそうは思わない。この村の人はみんなバカだ。こんなバカたちが生きていられるのだから、この村以外にも生きている人は必ずいる。その人たちにこの村がここにあるよと伝えるために、僕はこれを作っていた。あとは光を出す装置を設置するだけなのに、光を出す装置の光が出なくなった。それまではきちんと光が出ていたので壊れてはいないはずだった。中にある金属の筒が外せるようになっているので、新しい金属の筒と取り替えてみよう。ここに光の元が詰まっていたのかもしれない。電池か。じゃあ電池を持ってきて設置するっていう感じかな。よーし、持ってきたぞ。電池。新しい電池をセットして、ここにもう一回設置かな。光が出たね。この村はいつか滅びるに決まっている。人を産む装置は修理されたけど、一度壊れたものは必ずいつかまた壊れるし、取り返しがつかないほど壊れてしまうのも時間の問題だ。僕には一つ何よりも恐ろしいことがあった。それはこの村がこの村の最後の人になってしまうことだ。村のみんなが次々と死んで最後に僕だけ生き残る。楽しいことや悲しいことがあっても、それを誰にも話すことができない。誰も僕に笑いかけてはくれないし、誰も僕を怒ってはくれない。もうすぐ滅びる村でたった一人自分だけが生きている。それを想像するだけで、あまりにも恐ろしくて悲しい気持ちになってしまう。けれどそれはおそらく僕ではないのだろう。新しく生まれてくるあの子や、その後に生まれてくる誰かが、いつかそうなるのだ。僕はそれを防ぎたかった。村の外の誰かがこの村に気づくことで、世界で生きているいろんな人が集まって、村の最後の生き残りは生まれないかもしれない。もしそれが生まれてしまっても、この装置がいつか誰かをこの村に連れてきて、その人の寂しさを埋めてくれるかもしれない。もし本当にその人にはさ、外に人がいないのだとしても、この装置がここにあるということが、その人を少しでも救ってくれるかもしれない。君は一人じゃない。この装置がずっと君のそばにいてくれるだろう。僕はずっとそう思いながら作ってきたけれど、その思いが伝わるようなことにはならないように、僕は心から祈っている。雨は止まないなぁ。お別れをしましょう。他に、もう、あの人で最後。あ、最後だな。じゃあ、雨が止むまで待たないといけないですか？ちょっと、どういう条件で雨が止むのかがわからんけれども、とりあえず外に出て、ちょっといろいろ、いろんなとこ行ってみたり、待ってみたりしてみます。ようやく溜まった。だいぶ時間かかったな。
雨が止むのは時間経過っぽいかな。いろいろマップ移動とか繰り返してみたけど、変わってしまった母との生活は長く続いた。わざわざ数えてはいないが10年以上は経っていただろう。その時間に喜びなど一つもなかった。常に苦しい瞬間の連続だった。変わった時と同じように終わりも突然のことだった。母が死にそうになっていた時に私が考えていたことは一つだった。最後ぐらいせめて昔の母に戻ってほしい。ここで母が優しい言葉の一つでもかけてくれたなら、今までの辛い日々のすべてが報われていたように思う。けれど母は何も言わず、ただ眠るように死んでいった。死んだ母の顔を見ても悲しみは生まれなかった。私の心にあったのはただの疲れと少しの喜びだけだった。やっとこの生活が終わる。やっと母が死んでくれた。あれほどまでに愛していたはずの母の死を私が喜んでしまっているということは、ただただ悔しくて仕方がなかった。母が昔言っていた、人は死んだら同じ場所に行くらしい。その場所では優しかった母が今でも穏やかに暮らしているだろう。でも私はもう母と同じ場所へは行けなかった。母の死を喜んでしまうような私が母と同じ場所になど行けるはずがないのだから、私が行くのは暗くて何もない場所だ。そこにはおかしくなった母がいて、私はずっと石を投げ続けられるのだろう。そこにもう終わりはない。私にはそれがお似合いだった。お別れしましょう。これで多分全員だと思うんだよね。でどうなる？でどうなる？これもういないと思うんだか？目的地が、ま、外だね、これ。村の外には出れない決まりになっている。村の外には何もない。それでも外に出ますか？はい。村の外に出ると二度と村には戻ることができません。それでも外に出ますか？ちょっと待って。まあまあまあ。まあまあまあ。左側に、これあれか。マップ移動してってことか。神様の方からもう確か外に出れたよね。一応こっち側のマップ見てみようか。ああ、やっぱりそうだな。向こう側のあれは多分マップ移動だよ。ね、違うか？違うな。どこに行こうとしてる？お別れか、まさか。お別れっぽいぞ、これ。お別れか、外に出るか、その二択ってこと？かい？もしかして。嘘。外に出るだろう、これ。外に出たい。お別れをする場所。あ？いや、しません。これ自分のことか。どこにも行かずこの村にずっと居続けることもできます。この村にずっといますか？いいえ。三択ってことか。村の外に出るか、お別れするか、何もせずにこの村にずっと居続けるか。とりあえず外に出よう。外に出ようじゃないか。このゲームさ、セーブっていう概念がないんだよね。オートセーブで、続きから始めるとか最初から始めるとかもないんだよ。マルチエンドの場合、もう他の選択肢見れない可能性あるけどね、これ。とりあえず私がすごく気になってるのは、村の外だから、村の外に行きたいと思うけど。村の外に行こう。外に出ると二度と村に戻れることができない。行こう。お？なんだ？機械のかけらみたいなのがいっぱい起こしてるね。お？あ、エンディングかい？これ。
エンディングっぽいな。この子はこの後どうするんだろうな。本当に村の外には何もなかったのかな。え、終わり。本当に？終わりなのかい？とりあえず何も操作は受け付けない感じだが、少し待ってみようか。しばらく待ってみたけど、何にもなさそうだね。終わりっぽい。ということで、今回のお別れの星というゲーム、ここでおしまいですね。いやー、本当に面白かった。結構ね、結構うるうるする場面が多くて、いやー楽しめました。こういう、なんだろうな、感動できるアドベンチャーゲームっていうのは今後もやっていきたいなと思います。ちなみにこれゲーム再起動するとどっからになるかな。ちょっと試してみようか。ゲームを再開、一度落として再開してみたら、もうもはやこの画面何もできない。別のエンディングはもう完全に一回アンインストールして再度インストールするしかなさそうだね。うん、まあ違うエンディングが気になる方はね、ぜひぜひSteamで売っておりますので、購入してプレイしてみることをお勧めいたします。ということで、また次の実況で皆様とお会いできることを楽しみにしております。それじゃあまたね。